分でわかる最新の海外渡航情報。こんにちは、 HIS ヘッドラインのお時間です。本日のトピックスです。シンガポールでは日本国籍の方のビジネス渡航者向けビジネストラックが一時停止となりました。これは先週日本政府が発表したすべての対象国地域とのビジネストラックレジデンストラックによる新規外国人の入国一時停止に伴う対応となります。続いて中国に入る者に対する新たな健康措置についてです。日々変更が入る中で正しい情報の把握が難しくなっています。こちらは HIS 中国法人石口より詳しくお伝えいたします。それでは石口さん、よろしくお願いします。HIS 中国法人の石口です。中国に入る者に対する健康管理措置について、2021年1月より中国の一部各省市において、入国時の隔離期間が変更されております。基本は14日間の隔離を行っておりますが、国外で新型コロナウイルスの感染再拡大が起きていることもあり、14日間の集中隔離措置終了後も一定期間の自宅待機等を求める動きが全国的に広がっています。これは目的地によって措置が変わります。上海において現在は集中施設での14日間の集中隔離措置となっています。広州などについては、集中施設での14日間の集中隔離措置に追加して、7日間の自宅隔離、または集中施設への隔離継続となっています。追加された7日間については、外出禁止措置が継続されています。大連などについては、さらなる7日間の措置として、健康モニタリングが課されます。健康モニタリングとは、期間中の各種集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状態を報告することが求められます。なお、通常の外出、仕事、生活は可能です。現在、日本から直行便就航がない北京へ渡航する場合ですが、14+7+7の措置が義務付けられています。例えば、上海へ直行便で渡航、上海で14日間の隔離措置を済ませた後、移動した場合、北京市でプラス7の措置を取る必要があります。最初の到着地での隔離措置と通算して、14+7+7の措置を実施する必要があります。続いて、中国内で省や市を越えて移動した際の管理措置についてです。中国国内では12月より散発的、断続的に新型コロナウイルスの市中感染者が発生しております。2月の春節を前に各省、市においては住民に対して不要不急の省や市を越えての移動を慎むこと、中、高、リスク地区との往来による必要な隔離措置等についての勧告が発出されています。低リスク地区に指定されたエリアから上海、北京に移動する場合は、健康 QR コード、緑色の提示のみとなりますが、中リスク地区、高リスク地区からの移動については、様々な制限が課されています。なお、地区のリスクレベルは、携帯電話アプリ、ミニプログラムなどで確認することができます。中国国内移動をする場合は、注意が必要です。以上、HIS 中国からでした。はい、石口さん、ありがとうございました。中国は入国できるとはいえ、エリアによっては最大で約1ヶ月ほど行動が制限されるということで、入国後にどのように業務を進めていくか、そのあたりも準備が必要になってくるようです。HIS 中国では新たなビジネスへの取り組みとして、物販事業に取り組んでおります。2020年5月より WeChat の簡易アプリにて、日本産のものに特化して販売する物販サイトを開設し、8月からは上海支店店舗内での物販も開始いたしました。中国でも人気のくまモンなどのキャラクターグッズ及び地域特産品を販売しております。出店のご希望がございましたら HIS までご連絡ください。最後に当社が提供しております中国渡航のサービスについてはご覧の通りです。航空券、査証代行手配のほか、現地で使える携帯電話の手配など包括的にサポートさせていただいております。渡航をご検討されている方はぜひお問い合わせください。以上、HIS ヘッドラインでした。